はい、見事に離陸いたしました。こちらの機体はタワミヨクという形の特別なね、形の翼を持っておりますですね。ライト兄弟が最初に飛んだという飛行機になりますかね。これ今右左にこう動いているのはエルロンっていうのがついてなくてですね、エルロンの代わりに主翼をねじってこう飛ばす形になりますね。見事な、ね、感じですごいマイルドですけど、そして皆さん今回ですね、このドベルディスさんの1910についているエンジンなんですけど、着陸してからね皆さん見ていただきたいと思うんですが、30の GA ということで、前回のね大会の時に金ピカの30のエンジンがあったと思うんですけども、あのエンジンですね。はい、今皆さんがちょっとご覧になっている時ローパスしてくれたんですけど、こちらの斉藤エンジンフェスティバルはなんかアクロの大会とかそういうスケールの大会とちょっと違ってですね、エンジンの音を皆さん聞かせていただくということで、一人一人の調律がまあると思うんですね。機体の大きさ、組み方、素材、それからマフラー、取り回し、エンジン、燃料、プロペラのセッティングといろいろあると思うんですが、そういった個々のですねセッティングでいかに実機っぽくこのエンジンを回して飛ばせるかというところも、楽しみの一つでございまして、そのエンジン音をですね一回はこう高度を低くしなくていいんですよ。目の前をこう通す感じでエンジンの音を聞かせていただくというのを一応簡単な任意のルールとさせていただいておりますので、サウンドアピールフライトと呼んでおりますけれども、サウンドアピールの方を一度やっていただきたいと思いますね。フライトの時間は5分ぐらいを一人一人取ってあります。3分とかでもね結構ちょっと長く感じる場合もあるんですけど、そういったフライトをですね皆さんにちょっと楽しんでいただく、そういう趣旨のイベントでございます。今日はですね、もう絶好のコンディションですのでね、風も2メートルから3メートルくらいですかね。今この状態で上がってから2分30秒。パイロットのエリアっていうのは、四角くくくってあるところに用意してあるんですけれども、そこに蓮見さんとヒデさんがいてくれますので、はい、無事に着陸いたしました。皆さん、大橋さんに拍手お願いいたします。ただいまのフライトは、大橋秀夫さんでした。